方与海峡地震の震度分布方与海峡地震は、江戸時代後期の1854年12月26日立下国未上国に、方与海峡を震源として発生した、マグニチュード7.4の地震である。方与地震、方与地震とも呼ばれる。震源は、現在の九州の大分県と四国の愛媛県との間にある、方与海峡のやや大分県寄りで、秋名だから、 イオナダを経て、文後水道に至る領域を震源とするプレート内地震の一つと考えられる。この地震の直前には12月23日の安政東海地震、12月24日の安政南海地震と巨大地震が相次いで発生している。本地震は南海地震の約40時間後に発生し、部前では南海地震より強く感じられた。 川角博氏は、規模 MK イコール4.3を与え、マグニチュードは、M イコール7.0に換算されている。宇佐美は、M イコール7.3から7.5と推定している。本地震に関する国記録は、東海地震及び南海地震と共に記されている。伊予の吉田、宇和島、文後の佐伯、延岡、及び武前恩蔵では、 5日の地震よりも一層激しいものであったと記録されている。南海地震は中国の上海郊外の家庭付近でも勇敢であったとされるが、これを記述した同資料である中国地震歴史資料異変には12月26日、上海において達国地耐震とも記録され、信号距離約 1000km において本地震の揺れが南海地震より強く感じられたことが示唆される。 この地震では津波はなかったとされており、宇和島では潮は平常と相変わらずと記録されているが、最近では浦ら高波の趣向きと記録されている。2日前に発生した安政南海地震と被害地域が重なるため、現存する記録からはいずれの地震による被害格別が困難であるが、文後国鶴崎で100棟の家屋が倒壊した。別府では200件。 区内では400件余り解決となり死者数は不明という。伊予の松山、大須、伊予吉田、文後の木月、日出、岡薄木、佐伯では5日の南海地震は破損が生じた程度であったが7日の地震では解決を生じた。武前小倉では南海地震による被害記録は見当たらないが7日の地震では海や死者も出た。 日後人吉では幕府への被害の届け出に、去月5日去る忠告、どうなのか達芸国古来より無の大地震にて、住居向き市場内外、矢倉、平、門等をおび大破、開港場所も、有うの、とあり、両地震の被害を区別できない。なお、安政南海地震では、文後国内において、府内藩で、死者十八人、家屋全壊四千五百四十六棟、薄木藩で、 家屋全壊500棟の被害があったとされるが、常日の通り量地震の被害の春別は困難であり、この中には、法余海峡地震による被害が含まれている、可能性がある。ありがとうございます。